まあ、今回は何といってもキララじゃんですよね。こちらのプレイヤブルが追加されています。あと期間限定星5選べるチケット付き優勝限定10回召喚ですね。こちらのエクストラコールを引いていきましょう。ということで始まりました2周年の記念イベントですね。バースデーウィークのイベントをやっていきましょう。まずはガチャ回りを回していきましょうね。まあ、せっかくなので記念紙を買ってしまいましょうね。一番上のものを購入させていただきましょう。ですね。ですね。まずは1日1回の10回召喚ですね。これ無料なんですね。これをまず引いてしまいましょう。いきましょう。ですね。結果はこんな感じ。まあそううまくはいきませんよね。続いてこちらです。エクストラコールチケットが手に入るガチャですね。こちらは当落は関係ありません。こちらも引かせていただきましょう。いきましょう、まあ、せっかくなんでこんなにあるんでね、引きましょう。でこちらですね、エクストラコールチケットが手に入ります。これ2周年記念チケットですね。これをいただきました。これを回していきましょう。これですね、2周年記念エクストラコールチケットで、これは選択式ですね。何にしようかな。うわ、こちらは通常のものと違ってスカスカですね。めちゃくちゃ埋まってないですね。これはよく選んで選択しましょうね。どれがいいかな。こんな感じに七賢者とかも混じってるんですね。僕個人的にはこちらですね。小道彩ちゃんですね。こちらもいい加減ですね。こちらの性能が欲しいんですよね。物理防御一定ターン大ダウンですね。こちらのスキルがいい加減欲しいですね。ではバレンタインあややをいただきましょう。当初こっちも欲しかったんですよね。炎の自動回復っていうのも欲しかったんですけども、今回はあくまでこっちにしておきましょう。いきましょう。もう性能的にも完璧ですよね。よし、ようやく手に入った。長かったですね。2年かかってようやく手に入りました。ありがとうございます。バレンタインは乙女の先生、張り切って手作りしてみたわ。うまくできたかしら。別に陽子にあげるんじゃないんだからね。勘違いしないでよ。わかった？ようやくこれで効果力が出せるようになるのではないでしょうか。あとこちらですかね。星子を選べるチケット付きの優勝限定10回召喚の後半ですね。これも回してしまいましょう。よし、ではでは選択していきましょう。そうだな。なぜか妖属性が多い左回りチケットのヒロさんですね。これを選択してしまいましょうかね。よし、でいきましょう。
よし、ありがとうございます。本当に魔法を使えるなんて夢みたい。ドカーンって派手な必殺技を使うのもいいけど、みんなが幸せになれる魔法を使いたいわね。例えばダイエットに効く魔法とか。ありがとうございます。大事に使わせていただきますね。見ましょう。お。これはひょっとするかもです。なんでしょう。やったぜー。マヤちゃんですね。ちょっとですね、さっきの選択式チケットで欲しいななんて思ってたんですけど、こっちで来てくれまして、ね、ありがとうございます。血豆隊の戦士担当マヤだよ。チノもメグもみんなも私が守ってあげる。まずはティッピーじゃなかった、魔物を倒してレベルアップ。なんかこの声聞くと、つい最近やってるアニメのあのアニメを思い出しますね。ありがとうございます。大事に使わせていただきますね。行ってみましょう。お、また単発で。やったぜー。こっちのアカウントで持ってませんでしたね。海子さん、ありがとうございます。戦士の海子です。やむを得ず剣を使いますが、サバゲーにはナイフアタックもありますから任せてください。何でしたら私一人で仕留めてみせましょうか。すごかったです。この海子さんの中の人は地声が可愛い人ですね。ありがとうございます。大事に使わせていただきますね。行ってみましょう。お、2連続です。これはひょっとするかもです。おお、持てないキャラがガンガン来ますね。ありがとうございます。アオケメストのアリスタよ。錬金術って本物の金を作れるわけじゃないし。またシノが金髪美少女と仲良くしてるよ。金髪を作れないとシノは釣れないよ。いやー、ここに来てなんだかすんごい当たりが来てますね。ありがとうございます。お、なんだろう。お、トールくんですね。覚醒要素ができましたね。お、もう一枚来ましたね。いいですね。ゆうこちゃんが来ました。ありがとうございます。もうセットできましたね。ただチャンスアップキーホルダーを使った後のガチャはこんな感じ、結果が結構良かったりするんですよね。ありがとうございます。大事に使わせていただきますね。これ育成要素が増えましたね。今回は何といってもこれでしょう。キララちゃんのプレイアブルですね。キララファンタジアなんでね、これを当てに行きましょう。まずはチケット召喚から行きましょうね。なんでしょう。おお、
やったぜー、ハンネンさんですね。ありがとうございます。このナイトの星5の子はなぜか召喚の館に引きこもってしまうような、そういうイベントが多いですね。ありがとうございます。大事に使わせていただきますね。さあ何が来る。震えてますね。やったぜ、ありがとうございます。ここまでだいぶかかってますんでね。僧侶のキララです、よろしくお願いします。私もクリエメイトの皆さんと一緒に戦えるんだ。でも私は召喚師で、召喚されるのも私。細かいことですね。とにかくやってみます。なるほどなメッセージですね。こうなんか言葉のやり取りなんかもあった方が面白いかもしれないですよね。ありがとうございます。キララファンタジアにキララちゃんがいないというのもおかしな話ですもんね。ありがとうございます。ただこちら漫画版なんですね。まあ今までやってきたゲームの中でプレイアブルキャラクターっていうのは実装されるけど、なかなか手に入れる機会というのがなかったんですよね。以前にやっていたゲームでは結構嫌な思いをしてますね。ただこんな感じに当たりました。ありがとうございます。運営さんに感謝です。今後もよろしくお願いします。いつもありがとうございます。まあ勢いに乗っちゃおうかな。こちらですね、クリスマスのキャラクターピックアップ召喚ですね。こちらもですね、実はこの子がいるんですよね。コテッちゃんがいるんです。ボイスかぶりですね。あとなんといってもココアちゃんもいるっていうね。これはラインナップも結構ね、今回はすんごい欲しいキャラクターが4種もいるんでね。引いちゃいましょうか。引いちゃいましょうね。初回10連引いちゃいましょう。初回から、何か縁があるんですかね。やったぜ、ありがとうございます。コテッちゃんですね。篠田はじめ、ナイトになったよ。ナイトって甲冑のイメージがあるけど、あれって結構重いんだよ。知ってた？さすがに私も全身鎧で動き回るのは辛いかも。クリスマスはいろんな誘惑が。魔法で痩せることができれば体型気にせずケーキを食べられるかも。すごい、魔法使いって便利ですね。すごかったです。次回も頑張ります。すみません、今年もいいクリスマスですね。なんと2連続で当てちゃいましたね。ありがとうございます。イベントでも、まあ、そういうのがあったんですね。まあ、魔法で痩せるというのはあまり良くないのかもしれないですね。ありがとうございます。個人的に中の人も応援してますね。あとこちらもお試しで引いてみましょうか。キラキラ召喚星4以上確定ってやつですね。これは40個で済むのかな。引いてみましょうか。試しに引いてみましょう。初めてですね。
なるほど、星4が確定ということですね。さっきチャンスアップキーホルダーの話もしていたんですけども、こういう感じのがもしかするといいかもしれないですね。これはなかなか使えますね。今後もこういうの追加していってもらえるとありがたいですね。